写真拡大。オープン戦、ヤクルト、甲府中志巨人、23日、アナボールパーク浦添。ヤクルトの奥川京新投手、20が27日のオープン戦、阪神戦、開幕カードの相手との前哨戦を経て、目指す3月25日開幕戦のマウンドへ。前回登板の反省を生かし、次戦はさらなるステップアップを示したい。悔しさを力に変える。20日にロッテと対戦した今季初実戦では、初回に5失点を喫するなど1回0割3で6失点。変化球の課題が見つかり、この日の修正ブルペンでは変化球を多投。スライダーを投げ分け、フォークもコースを確認するなど精力的に動いた。変化球のコントロールを課題にブルペンに入った。自分がイメージして投げている球と映像で見たボールにすごくズレがあったので、そこを近づける作業をしていきたい。開幕投手候補筆頭の若き右腕に、ブルペンを見守った高津監督も課題と向き合いながら進めていく準備ようですけど、とても状態がよく見え、指揮官の期待に結果で応えていく。